ありがとうございました。ファイヤーファイターをお届けしました。
1日に110回、
3番1日に270回。さあ皆さん予想はできましたか？それでは拍手でお答えください。では1番の53回だと思う拍手。では2番の110回だと思った。では3番の270回だと思った。2番と3番が一番大きく感じましたが、果たして答えは？3番1日に270回でした。正解した方おめでとうございます。次の問題に行ってみましょう。第2問、福岡市にある救急車は何台でしょう。まずは3つの答えをお聞きください。1番34台、2番50台、3番119台。さあ皆さん予想できましたか？それでは拍手でお答えください。では1番の34台だと思った拍手。では2番の50台だと思った拍手。いやいや、3番の119台だと思った拍手。こちらは3番が一番大きく感じましたが、果たして答えは？1番34台でした。正解した方おめでとうございます。福岡市では34台の救急車が1日におよそ270回、年間にして約10万件出動しています。救急車を呼ぶかどうか迷った時や、急な怪我や病気で困った時、119という番号に電話をかけていただくと、24時間体制で看護師さんから近くの病院や救急車の利用についての相談を受けることができます。シャープ7119、ぜひ覚えてみてくださいね。
皆さんが心臓マッサージをするときはこの曲を思い出してみてくださいね。
消防の背番号でございます。
ました。ありがとうございました。以上で福岡市消防音楽隊の演奏演技は終わりたいと思います。今後ですけれども、今週末はですね、9月14日土曜日、福岡市民防災センター早良区の方にあります。こちらのイベントの中で少人数編成の演奏を予定しております。それから9月15日の日曜日5時頃から夕方なんですけれども、博多区の中洲地区の方で中洲ジャズの方でもパレードとして参加をさせていただきたいと思います。今後ともぜひ私たちを見かけましたら温かいご声援をよろしくお願いいたします。